Strange. Strange.今回のテーマはこちらになります、はい、パンデミックで加速する医療大変革ということで、阿部さんはこのウィズコロナ時代となった今、医療分野にはどんな変化が必要だと思われますか？あらゆる産業に多分非常に大きな変化が起こると思ってます、はい、ただこの医療の領域はね、特にその変化が一番大きな分野じゃないかなと思います。この今の動きを促進することとして、コロナの私たちのマインド、それから動き方に対する影響ね、うん、でそれはやっぱり非接触型社会が常態化したってことだね、うんうん、医療のあり方が変わるんじゃない？そうです、遠隔、その通りですね、ですよね、まあ、革命的な変化がこれから起こると僕は思ってます。はい、高橋さんもこの今回のパンデミックでやはり注目度は上がってますか？やはりこのパンデミックに対して、このバイオテクノロジーによってその課題解決をしていくという取り組みは世界中でも急速に動きが広まっていますので、ワクチンその一つとってもですね、RNA ワクチンといって、これまでとは違うスピーディーなやり方で開発が行われていて、ただその例えば保存方法もマイナス20度からマイナス80度という温度で保存しないといけないので、その物流に問題があるとか、いろんな課題は実はあるんですね、うん、その技術によってどんなこう世界が広がっていくかっていうところまで目を向けられるといいのかなと個人的にも思っています。大室さん、この医療業界への投資、どんな部分に注目していらっしゃいますか？ヘルスケアの分野が IT 化するってことなんですけど、今までだったら結構データとしてバラバラに乗っかってきたものを、統合することによって新しいものが見えてくるっていう、例えば体重計で測ってたものが今度それがアプリの中に連動され、そうしたら今度食事の中のカロリーなんかも、こうした方がいいよと言われてみたりとか、ヘルスケアのデータがですね、一連のそのネットワークの中に統合されていくイメージですよね、うん、それでは今回のバリュートークから感じた言葉、フレーズを阿部さんからのこの金言ということで、お手元のフリップにお願いいたします。はい、悲観してる人から借り、楽観してる人に売るっていうかな、今こういうコロナの時、世の中が悲観している時にこそね、本当に価値のあるものを見つけていき、世の中が楽観で湧き上がってる時には冷静に価格と価値を比較していくということが大事だなと。うん。